はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでムココさんですね。はい、リベンジのリベンジということで、はい、まあ、パッと出るときはパッと出るんですけどね、なかなか出ないときはなかなか出ない。それがスポーツカードです。なのでポケモンとかのが優しいでしょね。はい、じゃあ開けていきます。ギッテのサイン見たことないですよね、まだ。ゲンタか。まあギッテン君が光るといいなという。はい、光らなかった。ボルゲスさん、ルーキー。結構ね、リフラクター自体もパルサーも含めて多分、あ、サイン来ちゃった、サイン来ちゃった。しかもこの色ってシティ以外いる？ある？ちょっとわかんない、ちょっとわかんないな。いきます、せーの。おー、カイルウォーカーさんですね。はい、ちょっとおなじみかもしれないですけど、あんまり見なくなりましたね。去年あたりとかだと、もうファイナストとかだとエブリケースでしょ、ね、あ、また出ちゃった、帰ろうかっていう。ちょっと今年はそんなに見ない感じはします。まあ人数の枠が増えたっていうのもあるでしょうね。パルサですね、ラバー、グリーンラバー。はい、隣さんですね。これはシリアラ、あ、ねえんだ、あ、99とかじゃないんだ、とりあえずレアカラーですね。ルーキーロナウド、うん、あ、漫画、はい、デクラナイス来ました。あ、ギッテ光った。漫画よりこっちの方が大事。おお、パルサーっすけどね、うん、とりあえず光りました。よかったよかった。はい、漫画も出ました。あ、もうこれ速攻ローダーショー。どうですか彼ね。えアデエミ君と来年ちょっとねえ、ツートップワントップの交代、まあミッドフィルダーですもんね。前衛に置くのかな。サラーさん、結構スルスルスルっとなんか前に来るイメージのでしたね。ちょっと見ましたけど自分も。カルバーリ、あとは爪。爪は経験ですよね。経験積まないとダメですよね。はい、デンベレさん、あ、もう一枚ある。はい、あ、ないや、あれ、さっきの通常、これも通常だ。通常が2枚でしたね。パラレルではなく。ね。はい。まあちょっとお得だったと。で、ロータロク。漫画が1個出たけど、漫画っていうかなんかヒーローパラレルっていう感じらしいですね。漫画漫画っつってました。リネンか。なんちゃらヒーローなんちゃらパラレル。ヒーローパラレル。コミックヒーローパラレルとかやってもね、名称大丈夫でしょう。サネさん、ベンゼマさん、お、メッシさん、
ルキー、お、ルキーだ。はい。こっちさん。3パック。あともう、ん？もう1、2枚シリアルいないのかな？あ、いた。ルキーだ、せーの。はい。マルキーニョスさん。ルキーっすね。199、フォワード、2003年生まれ。うん、アーセナル。で、2、ちょっと子供入れちゃおう。まあ、とりあえず、ね、リッテン君が1枚出てくれたからよかった。ヒーローパラレルはシリアルに数えられるのかな？あと2パックですね。もう1個ぐらいシリアルあっていいよね。カルバーリョ。ザレウスキーさん、ラスト。中井さん、あ、これだ。ルキー来ないかな。ルキーだ。はい。リーガーさん、ヨーリリーガー、アヤックス。はい、これでまあ帳尻合いましたね。シリアルなし、シリアルあり。そっか、これがシリアルになってんのかな、ところにいましたからね。はい、漫画が出てルーキーが2枚でした。シリアル多分こういう枠なのかな。でギッティン君がね、よかった、3度目の正直ぐらい、うん、とりあえずパルサで、3位はカエルウォーカーさんとなりました。まあこれがね、ケースで2枚とかそういうレベルらしいので、うん、やっぱ全員いいのかな、どうなんすかね。あんまり、なんだろうな。ちょっと、ん？っていう人引かないんで、店長。たまたまなのかな？ちょっとわかりませんけどね。はい。じゃあ、こちらでね、お送りします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。